はい、今回カルティバーから発売となったのは、このジガーミディアムチェイスという針になります。まあ、このチェイスっていう針のコンセプトは、意のままにジグを操って強烈な引きに耐えてデッキに上げるまでを信条としたコンセプトで作った針となります。針の特徴はまずセミロングシャンク、こうすることによって、ジグへの抱きすぎであったり、リーダーへの絡みっていうのをフックの暴れを抑制することによって非常に抑えることが可能となりました。続いてこの針の最大の特徴とも言える機能なんですけども、重量バランスをシャンク側に針先側に位置に設けることによって吸い込まれた時に高確率で針先が上を向くように設定します。そうすることによって上あごないし貫抜きに高確率でかかることで、まあヒラマサやブリなどの大型魚にも口切れや身切れの心配なく真っ向から勝負できるような仕様となっています。懐はジガーライトホールドの角を移植することによって、まあ、非常に、バラシ防ぐように機能を設けてあります。針先の方はややシワリ形状にすることによって、まあ、今流行りであるローレスポンス系のタックル、やや柔らかいタックルをや 100m オーバー2枚以上なんかで使用していただいてもオートセットフッキングするようにしてあります。以上の機能を合わせることで、ジグの操るとこから操作から、魚の強烈な引きに耐えることから、デッキに上げるまでのホールド精度っていうのを高次元で高めた針となります。